皆さんこんにちは。今日は地域振興、地域を深く考えるという、題名の新しいシリーズの、第2回です。名古屋市長の、河村隆さんにおいでいただきました。お忙しい中どうもありがとうございます。私は当クラブの企画員で菅沼と言います。よろしくお付き合いください。このシリーズは地域や地方で、日本を変える動きをしている人やですね、先進的なことに取り組んでいる人を、東京にお招きしてですね、当クラブから逆に全国に、全国各地に情報、知恵を発信してもらおうと、そういう目的で企画しました。2日前ですか、第1回はまず国側の意見を聞こうということで、総務大臣をお招きしましたけれども、本来の企画の趣旨からしますと、今日が事実上の第1回目ですので、市長には大いにですね、語ってもらおうというふうに思っています。見守る声でございます。河村市長も皆さんご存知のように首相を目指しました民主党議員からですね、名古屋市に今転身され、華麗に今転身されて、今市民税減税とかですね、議員半減など大胆な改革に取り組んでおられます。断片的になかなか全部まとまっては東京では報道されていませんので、その辺も含めてですね、今日は議員時代と市長の経験を生かしつつ、たっぷりですね1時間喋っていただいて、それからまた30分例によって会場からの質疑を受けようと思っております。市長、今日、この後の日程は何もないそうですので、いくら飲むだけですか。会場の熱意があればいくらでも質問に応じますと言ってますので、皆さんお話を聞いて存分に後で、質問してほしいというふうに思います。それでは市長よろしくお願いします。はい、それではどうもすいません、ありがとうございます。始めだけちょっと本当にこういう日本のオピニオンリーダーの方のところで身に余る声でございまして、私も本当に中小企業の経営者だって非常に誰も褒めてくれんで、自分の言うよりしょうがないけど、コシアの息子でずっとやってきまして、商売32年間やってましてね、トラック乗るのも名人ですし、フォークリフト乗るのもまたこれうまいと。でそれそのフォークリフトに乗れんような人間が総理大臣になるなと言っとったんですけど、そういう人間がこういう日本の一つの大きいオピニオンの流れを作るときに発言のチャンスを皆さんのような立派なジャーナリストの前でいただけたというのは誠にこれは意外と嬉しいものなんですよ。目線とすると本当に腰を積んどったトラックの運転席ないし荷台の目線から一遍日本の今の政治を考えてみるということで、私は名古屋で減税をはじめ非常に徹底的に戦ってますけど、なぜそこまでやるのかというのはやっぱりその理論もありますけど、意地があるんですね。やっぱりこの今の税金を払う方がどれくらい人ってですね、税金で食っとる方が極楽と、こういう本当のねことが伝われていない社会に対して意地取る橋は貫いてあると、この納税者の方の商売やってる人間の苦労をね、どこが間違ってるんだということがありますんで、そういうのはちょっと立場で力んどることをご理解いただいて、座ってやらさせていただきたいと思います。すいません。それで今日は一応今原口さんのところに一応総務省の顧問ということで、何のためにしたかガス抜きのための可能性もありますけど、というより相当原口さんとも長い新進党以来の付き合いで出してきました。今ちょっと話がありましたけど、本当は総理にならないかなんなんですけど、なかなか日本ではこれ総理になるにはね、親父やおじいちゃんが総理大臣だねと慣れるわけですよ、これ。河村さんの親父、中小企業の親父で、腰屋の親父だもんだでね、なんか文句ありますか、これ、本当に。ということで、端的に言いますと、20人の推薦人を集めるというね、めちゃくちゃなですね、これ、議員がボランティアなら別ですよ。後で出てきますけど、今、日本で、初めから結論言いますけど、絶対やらなあかんことは、議員のやっぱり過業化を阻止することですね、これを。議員の過業化を阻止する、それからやっぱり減税ですね。減税をやらないなら政治はいりません、そもそも。これ、私は何遍も言ってきますけど、
川村さんがコロッと死んだって名古屋市の地下鉄は動きまして水道も出ますし、それと僕の本の中で、おい川村お前はいつになったら総理になるんだという本がありますけど、そこに書いてありますけど、ある日国会議事堂の上に爆弾が落ちたと。で、不幸にかなんか分かりませんけど全員お亡くなりになったと。しても新橋の飲み屋はどうなっとるでしょうか。これ山手線止まっとるでしょうか。水道止まっとるでしょうか。全然関係ありませんよ。多分盛り上がっとる可能性ありますよ、これ。これとなると政治をやるというのはいらない仕事ではないかと。政治というのはね、公共サービスは政治がやってるんじゃないです。これ役所がやってるんです。議員が地方政治でいやゴミの回収車に乗っとるわけではありません。これはこれないし、国土交通委員会のメンバーが JR を運転しとるわけではありません。これじゃあ何のために一体その選挙をやって議員を選んだり市長や知事を選ぶのかという原点に立ち返らないと。これなんかね、政治をやる人がね、なんか自分たちが公共サービスになってるようなこと言いますけど、これ全くそうですよ。これで端的に結論は、まあ自分に話しておきますが、それは税金を減らすためにあるんです、政治というものは。まあ歴史的に言いましても800年ぐらい前に近代議会、これイギリスで登場したということで、あの時に王様が勝手に税金をかけるようになってくるもんだで、で、まあ、庶民がですね、初めマグナカルタを作ってこんなこと勝手にやるなと言ったんですけども、王様も守れせんわけです。ほんだらみんなでボランティアで金を出し合って、まあ、ロンドンかどっかしらけど集まってですね、代表なければ課税なしと、勝手に税金かけるなと、税金を安しろと言ったのが議会の始めなんで、これだから、もし日本国内市名古屋市でもそうですけど、政府と名のつくものが税金を減らさなければいりません、これ断言しますけど、政治は全くなしでも、総理大臣だろうが議員とか地方議員は全くなしでもこの国は十分動きます。ただし税金は増えてきますけど、今みたいに税金を増やすと言って議員がおったら、これ一体何なんですか。これ増税する政党ができるなんていうのは聞いたことないですね、これ私。ということを問題意識でまず申し上げておきます。で、今日原口さんに出した書類は、まあ、これあるかねやか知りません。皆さんちょっと資料あるかどうか知りませんけど、ありますね。提案ということで、まあ、それ何書いてあるかと端的に言いますと、まあ、今まで言ってきた地域主権とかですね、これから、まあ、よく言われる道州制、道州制の町、江口さんとは非常に仲いいですけど、それから、あとよく言われるのは政権交代、それから新党を作るとか、そういう話はね、いわゆる建物でいうと間仕切りを変えようという話なんですね。これすべて間仕切り論ですわ。まあ皆さんはそこの中でおられるから、まあその間仕切り論でいいかもしれんし、まあ間仕切り論もいらんことはないですよ。風通しが悪いと便所の家はするでいかんとかですね、そういうのはありますけど、やっぱりその根底にある基礎ですね。本当の間仕切り論じゃなくて本当の住民のところですね。市民の自立とか市民の自由とか、じゃあ市民が自分で手を挙げて議員になってこの町をどうしようということって今できるんですか。そもそもこれ言っときますけど、もう名古屋でもそうですけど、日本中そうですけど、国会もそうですよ。ほとんど指定席ですよ、もう今や。これまあそういうようなところをですね、じゃあ市民と政治の関係って何なんですか。これはやっぱり税金ですよ、一番大事なのは。これスーパーへ入ってた時のスーパーのお客さんとスーパーとの関係は、スーパーが経営をどうしてるかとか、スーパーの経営に天下りがあるかないかじゃなくて、大根一本、うまい大根いくらで売ってるかと、こういうことですよ、実際は。だから減税の一言もないと。これ政治の主張の中に税金をどうしようって言ったら増税はありますけど、全然ないじゃないですか。本当に市民が立ち上がって議論していくという実践になってるのかどうか、そういう議論も全然ないですね。これ地域主権ということはどういうことかといったら、まあ、よく分かりませんけど、国でやってたものを、まあ、市に移すとか、まあ、県をなくするとかですね、まあ、同州制の議論になったら、まあ、そういう議論はそれは不要とは言いませんけど、なんか本質から全く外れとるんじゃないかということで、今こそそのいわゆる間仕切り論ではなくて土台作り論をやらねえかんと、ちゃんとと、こういうふうに、まあ、主に言ってきたわけです。で、まあ歴史的に言いますと、もはや戦後が終わったと
ということで、池田さん元総理が言われましたけど、これからこの間安倍さんが戦後レジームからの脱却とこう言いましたけど、僕の認識ではね、まあ、経済的には若干そうだったかもしれませんと言えないかもしれませんけどね、経営者生産方式等で、だから一応経済的にはみんな自由にやれるようになったかわからんけど、政治的には全くダメですね、これは。戦後のはどうですかね、やっぱり多分何が原因かというとちょっとあれですけど、多分有名なの戦後占領政策の転換ということで、暴挙の砦にしようということでですね、まあ、GHQ の占領政策が転換したと、中国内戦と朝鮮戦争を受けてですね、まあ、日本の仕組みを整えてから物事は、日本の仕組みを守ってからやろうという仕組みは、政治は競争がないもんですから、で、まあ、これ、後で話すかどうかしませんけど、まあ、今言ってきましょうかね、僕もなんでね、政治は外国はボランティアですから、基本的に。日本だけなんで違うんだと、政治やって金残るのは日本だけですよ、はっきり言いまして。これでボランティアという考え方はただでやるというのはありますけど、もう一つは市民並み給与であると、市民の言うことを市民の生活等をいろいろ規定するんだから、それは市民と同じ年収でやらないかんというのがこれ当たり前なんだけど、なんで日本はこんなふうになってもらったんだと。でこれはちょっと国家人事時代に調べたんですけど、これはマッカーソーが来た時にですね、ジャスティン・ウィリアムスという人が議会改革担当だったんです。でこちら側は西澤さんという方です。ほんでアメリカ GHQ はなんで日本は軍部を議会がストップできんとかあったんだという議論に入ったようです、どうも。でところが地方自治法には名誉職と書いてあったし、から国会議員の給料も課長級からちょっと毛の生えたぐらいだったらしいですね。だからもっと議会を立派なものにせないかんぞということになった。ところが選挙は柳の原ですから、ボランティアで立派な人を出てくれ言ったってできずに勝ったわけです、これ。それで戦後いわゆる日本最大の悪法である国会法35条でしたかね、国会議員は一般職のあらゆる公務員より少なくない給料を受けるという規定を作ったと。これは世界中に日本しかないはずですよ。要するにあらゆる公務員より給料を上にしたわけですよ、これ。でこれからもう一個退職金規定を作ったんです、これ。皆さん調べてみれば分かりますけど、知事や市長に退職金が出てる国なんて日本しかないんですよ、本当にありません。で要するに辞めてからでも食えるよっていうことですわ、いうことまでにして身分保障をして議員というものを、まあ、権威を上げようと立派なものにしようとしたということなんですね、これ。でまあ今の退職金規定というのは当時はまだ議員というのは非常に良心がありまして、まあいいけどわしは誰からももらうんだと退職金をと、まあ、首長もそう思ったと思いますけど、これほんでおかしいなと、これいうことで、しかし金は欲しいもんで議員年金に化けたんですよ、これが。ということなんで、戦後日本は GHQ がわざと政治で飯が食える生活保障をしたただ一つの国ですね、これ。それはなぜかといったら、やっぱり戦後焼け野原だったという非常に特殊事例だったんです、これ。でこの西澤さんという方が、これは国会図書館で調べましたけど、東大の講義でかなんかでですね、私たちは議員に非常に手厚いいろんな待遇をしたと、それは調査局を作ったりそういうことも含めてですけど、だからそれはひとえにその議員の力をつけようとしたんであって、そういう意味でのね、でその身分保障をしたりするつもりではなかったんだけど、こんな風になってしまって極めて残念であるというふうにこの話をされております、これ。なのでそれとまあ皆さんに誤解があるので絶対これ報道でやめてほしいのは、議員がボランティアになると金持ちしかなれんいう話、これは絶対的に大嘘ですから、真逆ですから。これ今の日本の政治見りゃ分かるじゃないですか、庶民が出れますか、これじゃあ。これ国会議員なんかに、なんか比例区でね、今なんか変なシステムですから誰でも出れる部分はありますけど、から地方議員なんかでも定数が増えた時、ああいう時は出ることもありますけど、出れませんよ言ってきますけど、今の国会議員なら一番明らかですわ、これ。僕は2世が全部いかんとは言わんけど、アメリカで 17、18% ですから、確か2世は。
それは競争した上での優秀な2世だと思います。それを超えた分は多分相当親が立派だからなっただけじゃないですか、これということなんで、要するに政治を税金で身分保障するとやめませんから、これやめんでもいいもん。で自分でお手盛りでまず政党委員も作ってですね、党の公認がないですから、まあ、じゃあ自分たちで決めますから、これ日本の党員なんてあんまり言うとテレビのもの、まああんまり言うといかんですけど、まあ、ほぼ八百長みたいなもんでこれですね。じゃあ党員になってですね、本当にその地域の公認候補を決めるのに本当の意味で関与した人なんてほとんどいないですよ、これそれどころか地方議員もそうですけど、その党の公認は自分たちで決めとるんですから、これそういうふうになっちゃったということで、まあ議員を職業にするとやめません。で議員を職業にして だけど皆さんの中には何とな、と河村と政治の大事な仕事だで、リクルート事件の偽装だなんかだかと、献金にすると悪いことやると村で、あの議員を職業にしたってええことやってもらえばいいじゃないかと、いいふさわしいと思われるかもしれませんけど、こんなこと言ったと日本人だけだでね、言っておきますが、なぜ政治いう仕組みができたかと言いますと、これは王様が職業として長いことやら過剰化し、権力の過剰化を防ぐためにできたんですから。だから議員が税金で過剰化したらもう議員じゃないですよ、これ、これ何なんですかね、一体。王様より悪いです。王様っていうのはもともと攻撃の対象だと分かってますから、これ徴税者の代表だと、だからこれは納税者の方が戦わないかんと分かってますけど、民主主義の仮面をかぶった王様というのは一番危険ですよ、言ってきますけど、これというふうになってしまったということでございます。ですから、でまあ議員が過剰化するとどういうあれでいきますけど、まず自分が生活のためでなくて、まあ、当選したとしますわ、30かそこらで、でうちに子供もおる、ばあちゃんもおると、食わないかんでしょ。で長いことやらないかん、とにかく長いことやらなかんためにはどうしたらいいかと、これはですね、やっぱり役所と癒着するわけです。強いものと癒着するわけです。政党いうものを作って、公認が他に競争相手が出んようにうまくコントロールするわけです、これが。で役所と一緒なんです。なぜかというと、やっぱり選挙議員になってくると有権者の方もモラルハザードを起こしてまして、まあ議員って何のためにあるんだと、減税のためなんて全然思わんですわ。俺は交通違反やった時にもみ消してくれんかとかね、俺から特別養護老人ホーム、うちのばあちゃん入りてやけど順番回ってこんで入れてくれとか、うちこういう工事やっとるけど入札入れてくれんかと、要するに行政に無理言ってくれることを頼まれるわけです、これ。で職業をやるためにはそれ聞かないから、役所の味方になる。役所の味方になるどうしたらいいかと、これは要するに役所と税金でやっとる議員の共通項は税金は多い方がいいわけです。これは税金の分配権ですから。だから増税に行くということなんで、最近私が気づいたのは、なんでアメリカとイギリスが減税で日本が増税か言いますと、政治が職業か家業かどうかによって違います。議員が家業になりますと税金による家業ですから、税金は多い方がいいわけです。当然のことなら分配権に預かる。だからボランティアになりますと早く辞めるんですね、やっぱ。早く辞めますとどうなるかといったら、新しい人も出てこれるし、ほか早く辞めると飯を食うのは民間で食うわけですよ、やっぱり。これ音減税のがいいわけです、これ。ということで国の成り立ちが全く変わってきます、これ。議員がいわゆる政治がですね、首長も含めて政治が税金で身分保障されるかどうかによって全く国の成り立ちが変わってくるということが60年かかって分かりましたということでございまして、それからまあ話がいろいろ飛びますけど、言ってきますけど、最近のものすごい大嘘に気づいてほしいのは、私もまあシンパシーとしては民主党の、まあ、国の方のはみんな仲良い応援してますけど、何ですかあれ、事業仕分け、あれやってますわね。で事業仕分けにあって、農林水産省なら農林水産省の構造改善事業で、例えば100億無駄遣いがあるってペケを打ったとしますわね。これもし減税しなければこの100億はどこ行くんでしょうか。じゃあこれどこ行くんですか。減税の話一向になしでやってますけど、ペケを打ったとして減税しなければそのお金っていうのは省庁の中で右から左へ動くだけじゃないですか、これ。
はっきり言いまして、これとうとう役所の中に税金の無駄遣いがあるとことないとこと2つに分かれるんですか、これ。これそんなことあるわけないじゃないですか。皆さんご承知のように役所の中というのはすごい人事交流がありますから、ここのドア開けたら無駄遣いがあって、ここのドア開けたら無駄遣いあるわけないじゃないですか。これな、何が言いたいかというと、それからもう一つ私は気づいたのは、オバマ大統領の演説聞いとってね、税金の無駄遣いをなくせとか天下りをなくせって一言も言わないじゃないですか。まあ、英語だで分からんのか分かりませんけど、これはですね、一言も聞いたことないです。じゃあアメリカに税金の無駄遣いないのか、いったら違いますよ。そりゃこの間向こうのインターナルレベニューサービス、向こうの大蔵省がですね、コンピューターの発注を閉じましてですね、大問題になってます。じゃあなぜ言わないんでしょうか、これ。アメリカはこれやっぱり減税するからですね。先ほどの話でどういうことか言ったら、事業仕分けしても減税しない限りそのお金は役所の中にあるんです、これ。ということにぜひ、これ気づくのに60日でもかかってます。わしも民主党国会議員面の座長とか言ってね、石井幸喜が命を落としましたけど、その後座長を僕が雇ったんです。で、あの国税庁の不正とかですね、まあ普通ではできんことをものすごい追及してきました。そしたらどうなったか言ったら、いろいろやってもね、全然無駄遣いなくならん、もう裏叩きになるんですよ、これ。まあ機構的に言うと、外郭団体を辞めさせたら独立行政法人になったようなもんですわ、こういうこと。なぜかあったら、お金、同じお金出してんだもん、これ。ということですね、これ。だからこれ、日本の政治って今皆さんも報道されてると思うけど、巨大な嘘になりたってんじゃないですか、これ。これ減税を言わずに税金の無駄遣いなくせとか、俺から天下りをなくせって、そもそも嘘じゃないかと僕は。ないし、役人の手のひらで泳がされとるだけではないのかと。もし皆さんのお孫さんが道楽しとった場合にですよ、月に30万ずつおじいちゃんが仕送りしとったと、おめえは待っとよ言って、ちゃんと働け言って、だけど月に30万仕送りを続けとったら働きませんよ。そういう時は30万を半分にするとかすると、じいちゃんすいません言って、まあこれで足飯食えんで、ほんなら働きますということになりますけど、日本の政治は減税なしでやってますので、延々と無駄遣いが続きます。すなわちただ間仕切り論には皆さん加担されます。誰が総理になるとか、誰が大臣になるとか、新党ができたらとか、地域主権だとか、まあ関係ないですね。市民に対して直接メッセージありません。それからあの増税のこと、もう一回ちょっとたまには学問的に言わなあかんかわからんで言ってきます。まあ非常に単純に言うとですね、税金というのは率でかかりますから、これ名古屋の市民税なら 6%、 住民税なら 10% から消費税なら 5% とかなりますわね。名目 GDP にかかりますから、 GDP が大きくなるというより、まあもうちょっと簡単に言う、人口が仮に倍になったとしますと、住民税や、まあ、消費税も多分その分経済が大きくなっとるとしますと倍入りますわね。しかし、これじゃあ人口が倍になったとして、ある市でですよ、これじゃあ公務員の数は倍いるんでしょうか、これいらないですよ、それホワイトカラーでも。から水道料金のみですよ、水道料金一番わかりやすいんです。人口が倍になると水道料金倍入るでしょう、これ。じゃあ水道に関わる経費って倍いるんでしょうか、これ水道管は倍いるような気がしますけど、バラバラの一軒家なら倍いりますけど、集中して住んどれば本館は同じでいいですから、水道管の料金もいらない。水道局の人員は絶対倍いらないですよ、これ。だから今のような税体系ですね、率にかけとる以上は必ず減税という仕組みを中に入れない限り、役所には実は金は余るんです、これ。これも初めての話でございますので、後でご批判のある方はどうぞお待ちしておりますけど、だから余った金を新しい公共サービス、新しい福祉でもいいですけど、向けれますわね。だからどんどん向けていただくのもいいんだけど、すごい金ですから。その減税のプロセスがないもんだから、公務員の給料は高いまま、民間の倍ですよね、大体平均で言いますと。これから天下りに天国になっていくという話が
まあ、生じるということでございまして、まあそれちょっと話がいろいろと言いましたけど、今の話で原口さんの方にはそういうそのまあ仕組みで言いますと、間仕切り論ばっかり言っとっちゃダメよと、これでまあとりあえず間仕切り論の中でも言わなあかんことを言ってきますと、間仕切り論いらないわけじゃありません。まずですね、これはよう言いますけどね、地方税法を廃止でちょうどや、まあこれ言って何パーセントだ言って、市民税住民税 10% と市民税 6% 県民税 4% とかね、税率をねお上に決められることはまあ標準税率ですけど、これどういうことか言うと、あ、これなんでこういう減税の話がね皆さんに説得力ねやか言うと、これいかんのだわ、新聞の再販価格の維持になっとるもんこれ。そうでしょ、テレビだって悪いけど許可じゃないですか。河村さんのところの腰は再販維持制度じゃないですよこれ。ものすごい価格競争ですよ、言ってきますけど、これうちは腰屋ですから、凄まじい価格競争したおかげで新聞の方感謝してちょうどちいと製紙会社に安いいい腰が提供されるんですよ。それで日本の製紙会社は臨天にとってものすごい紙出しとると言ってますけど、それで新聞の料金安できるんですもんだよ、なり1000円でいかんですわ。まああんまりジャーナリズム言うといかんけど、この度値上げされる新聞があるそうでございますけど、まああれやめてちょうよ、やっぱり売れんようになったら値下げせないかんです、それで社長や支店長がみんな有楽町の角に立ってビラ配れんじゃないの、呼んでくれ言って、某大新聞を呼んでくださいって、そうしてもらわないかんですよ。ほんですぐねそういう立場があるから値下げすると公共サービスが悪なる言いますけど、それは全く分かってないですよ。商売やってる人からすると分かるんだけど、値下げするという気持ちはね、お客さんに喜んでもらおうと思っとるから内容も良くなるんです。これもっといいものを提供しようと、でそれはもっと安くしようと、これそういうふうに働きますから、新聞記事も絶対良くなりますよ、そうなったら。この代わり社長は威張っとらんと有楽町のとこでビラ配らなあかんですわねえ。うんと言いませんね、記者は努力されとると思うよ、わし記者はに努力されとる。エレア様がね、わしんとこはあれですか、立派なオピニオンリーダーだ言ってですね、英記事書くにはね、いちごいくらがいるんで、どうのこうのって値上げせざるを得ない、それは八百長ですわ、これ。だからこういうふうになっとるもんだからね、減税理論って通用せえへんも全然、これ。民間とどれかいりがありますよ、ここ。民間の企業で何を苦しんでるって、不景気というよりね、価格競争ですから、みんな。これ、すべてそれです。私もものすごい競争を生きてきました。うちは仕入れ競争ですけど、よそより、ああいうスーパーで出る段ボールちょっとでも高く買う。仁義なき戦いですよ、本当に。こんなもんね、お客さんから財源を心配していただいたことなんか、たった一度もありません。これ。財源の話一回したらかしら思ってね、まあ今商売やってます、息子やってますけど、うちは人件費こんだけかかると、ガソリン代こんだけかかる、だからこれ以上で上手は出せませんって、財源がありませんからって、もし民間の商売で行ってみやいですわ、あそう言って終わりですね、もう来なくていいよと、そんだけのことですから。でより安くすると、まあ、いわゆる貯蓄、需要供給曲線でたくさんの人が買うと、一般的にね、それでやっぱり商売は厳しいけども、お客さんに喜んでもらって経済は大きくなっていくと、これが原理なんで、まあぜひちょっと話が飛びましたけど、まあそういうことです。ほんで、まあ原口さんに言っていったのは、とにかくやっぱり地方税法を廃止して、これアメリカはないはずですから、税金なんか自分で決めるのは当たり前じゃないですかという話ですよ。それから地方財政法5条ってありますけど、記載を起こすときに、いわゆる今、標準税率未満の団体、名古屋だけですけど、ここは許可、それから標準税率通りの団体は、これは協議がいると、まあ、これもやめてちょいって、いくら子会社でもね、銀行からね、金借りるときにね、誰かの許可を得るなんてないですよ、そんなもんない、めっちゃくちゃですよ、まあ言ってみりゃ、自治体なんてもんじゃないです、全然、子会社より悪いです、これは。だって皆さん、そう言うと、じゃあ、均衡ある国土の発展はどうなるんだと。このね、山奥の市町村の町はどうなるんだ言われるけど、そんなこと言ったら商売だって同じじゃないですか。それはそれでまず自由競争で全体のレベルを引き上げといて、ほんでその中で努力してみんなそれぞれ、
ほんでここはやっぱり苦しいところにはちゃんと交付税で阻止すると、こういうのが自由主義の考え方なんで、初めから全部何ですか、税率も決まってどっかで金借りるときもみんな許可取ってね、えそれで均衡あるみんなが一緒に平等に進んでいくんじゃない、それは共産党起こるかどうかかなんけど、共産主義言うのか全体主義言うのか社会主義言うのか知りませんけど、めちゃくちゃじゃないですかそれは。スターリンもびっくりすると思いますよ、そこまでやったら、というようなことをまあ申し上げてきまして、まあ、それが間仕切り論で、あとは一つその住民自治のところを本当に変えていくんだったら、まず主権在民を本当に払わなあかんと、政治の世界で本当にもはや戦後は終わったと、政治何ですか、戦後スキームからの脱却ですかいうのを政治というか言論の自由の世界でやらないかんと、これということをまさかに申し上げてきたと、それを今名古屋でやっていると、国でやっているのは政権交代と、名古屋でやっているのは庶民革命と、値打ちが違うんですから、これ値打ちが、まあそれをやりたいから私国会議員辞めたんです、実は、まあ本当は総理になってやりたかったけどね、まあ20人集めるのはどうにもならんもんどうにもならんです、減税なんて私党の中で何遍言ってきたかわからんです、全然相手にしまえんですよこれ、これから政治の非職業化、これ非家業化、これも全然相手ない、なんとも虚しいもんですわ。まあ夜焼酎の水割り飲むのがただ一つの楽しみでございますけど、だけどまあ私も若作りでまあ61になりましてね、まあ師匠の方行こう思った時は60でしたけど、まあやっぱり商売32年やってきて、ほんで議員も16年、ほぼ16年やらさせていただいて、落選も10年してます、選挙2回落ちてますけど、まあちょっと恥ずかしい話だけど、商売ずっとやってきまして、28の時にね、まあうちの親父は実はあんまりこの競争せよいう方ではなかったんです、当時の商売で、仲良やってけという方だったもんで、路線対立がありましてですね、私はまあ やった以上は競争して上場会社ぐらいにしたらなかないことで徹底的にやったんだけど、親父を掘り出せずに28の時に、まあこうなったら日本でまあ商売大変で頭下げるの結構近寄るんですわ、これ価格競争は。だって日本で一番威張れる仕事ついたろう思ってね、一番威張れる仕事にならないったら検事になったろうかしら思ってですね、で私は商学部の出身なんですけど、まあ、法律は勉強してませんでしたけど、28の時に名古屋の徳川町の中京法律学校と夜間部に行きまして、まああまり痛ねえけど、まあこういう機会そんなやもんで行ってきますけど、私も司法試験9回受けましたけど、択一は4回受かったんですよ私、これ、経歴詐称はありません、これは調べていただいてもいいですけど、これ挫折しましてね、これがね痛かったですね、これやっぱり土日商売やってましたし、女房もおりましたんで、勉強しとったのは土曜日日曜日、それからまあ夜間ですからね、でまあ人生この悔しさから、まあ名古屋大学の法学部の皆さんと一緒に勉強してまして、みんなほとんど受かりました、みんなこれ昼間やっとんだもん、あほらして勝負ない、とろくせが小錦とね、あれですわ、前の海を勝負させるないう話ですけど、ほんでまあ、頭にきたもんで、まあ、人生皆さんはまあ人生の先輩だでかんけど、私いろんなこの役やってますと、入学式なんか行くでしょうね、よう言っとるのは、挫折した時にはよう言って、自分のせいにするなよ言って、これ人生うまいこといかなんだ時はそれは世の中が悪いんだと思わないかんと思っております。これはね、私のね、みんな訳やもんに言うね、本当にね、あったかいメッセージだと僕は思っとるんです。人間ってやっぱ脆いですから、ポキッと折れちゃうんですよ、自分のせいにしちゃうと。で世の中のせいにしますとね、これがやっぱり若干客観的にも見えるし、もう一回頑張るか気になるんですわ。で私もこの司法試験の挫折を世の中のせいにしまして、世の中が悪いと、世の中を変えるには国会議員になることだと公認になったということでございまして、世の中を変える情熱は人一倍強いということでございますけど、まあそういうふうにやってきまして、それで名古屋の改革になりますけど、まあ名古屋で今何が行われとるかということになりますが、これは私の
市長選に出る時の公約は、まあ、一丁目一番地ってやつが、いわゆる市民税減税 10% と、これにつきまして、まあ、初めに3つ言いますと、市民税減税 10% と、あの地域委員会ってやつで、これは、ね、日本中で結構やりかけたところがあります。地域のことは地域で決めようと、地域主権とか地域分権とか住民分権とか言いますけど、ほとんどうまくいっておりません。選挙である地域分権です。ここは名古屋だけですね。新潟県の上越市が一遍だけやりましたけど、もうすぐ残念ながらうまくいかないと。選挙で委員を選ぶと、これは大変ですね。実は後で説明しますが、それからまあ議会改革でずっと昔から言ってきまして、議員の非課業化ということをまあ掲げまして、主に掲げたのはこの2つで、非課業化のはずっと昔から本に書いとったということでございますけど、で市民税減税 10% ですけど、これは日本初めてです。でこれにつきましては、平成ですね16年まではできなかったんです。実はこれ地方財政法5条か6条だと思いますけど、いわゆる地方税法、まあ、いろんな税法ありますけど、例えば住民税で言いますと、まあ、10%、それまでは5等13にて5、10、13だったんですけど、これは標準税率で1本だけだと。標準税率という名前ですから変えてもいいんですけど、標準税率未満にしますと、これは記載が、ね、できなかったんです、地方が。だけど、この平成11年の法改正で適用は16年か、16年だと思いますけど、16年適用で、標準税率未満の団体であっても記載できると。ただし、許可制のまんまですよと。それまでは全部許可制だったんですけど、標準税率のところはいわゆる協議でいいと。だけど、許可制を維持しますということですけど、まあ、減税もいいですよという条文ができたんです。しかし、これは誰もやっておりません。皆無だったの、これ実は。で、先ほどから言っておりますように、政治の役割というのは減税と。あと財政危機の問題はちょっと別個に言いますから、まあ皆さん何言っとんだと、こんな国にね、900兆も借金があるときに何が減税だと、また取れること言いよってと、これね、誰、選挙に自分が苦しい、増税をあえて言う人間が、日本の国のことを本当に思っとる、正しい勇気のある政治のあり方だと、河村みたいなポピュリズムろくでもないと思って見える方が、まず9割5分おると思われますので、日本は財政危機というのは嘘であるということははっきり言いますから、これは、まあ、それは別とします。それちょっと後でしたよね。なら、今言ったように、市民税を1割減らそうということで、これが 6% ですよね、今。住民税 10% のうち、市民税は6、県民税が4と。で、地方税法314条3項か4項だと思いますけど、市民税は100分の6であるという規定があります。これを1割減らして100分の 5.4 に変えるということを、まあ、一丁目一番地の政策に打ち出して、まあ、名古屋市長選やりまして、まあ、名古屋市民のおかげで、まあ、51万4千票いただいたと、まあ、これ戦後初という、戦後初ですからね、多分日本名古屋では始めたと思いますけど、まあ、これ市民の皆さんのおかげで、これ実現せなかったな、これ言った以上だから選ばれたということで、でまあこれは私民主党ということで、まあ、推薦はいただきまして、名前が出た以上無所属でやったわけじゃ思ったけど、まあ、俺から私過去4年間にね、何とか推薦人20人作らなきゃ思って、民主党の時にね350人応援に行ってますから、私村会議員長官議員入れまして、それも全部依頼に応えて行ってます。頼むできてちょいもんね。でその時に、まあ、みんな国会議員の皆さんにね、今度頼むぜと20人と言っておりましたけど、あかんですねこれ。サインしてちょいでもって、ちょっと今日は手がしびれておいて、まあこの、いや私の不徳の致そうだと思いますけど、いうことではやってきたんですけど、まあまあそうやってやってきまして、公約を実現せないから、で民主党を推薦してちょが、まあ、いや受けてちょいうことがあったんです、うん、これはまあ某国会議員が中心になりました。まあいいよと、私も長い縁があるし、やっぱり友情というのもあるから、これはですね、で民主党推薦に出まして、民主党推薦のマニフェストの時にとうとう協議した中で、市民税 10% 減税とはっきり書いてあります。これはだけど当選してすぐそうはなりませんでした。
まあ、継続審議でなんとかかんとか言って、財源がわからないなんとか、財源分かって確定的に分かるのは予算編成まで分かりませんよ、言ってきますけど。ほらもう、予算編成そのものが減税があるかないかで、全然変わってきますから。だから結局、そんなこと言ったらできないということになります。商売でもそうですけど、売り値を下げるときにですね、原価がどうなるかわからないって考えとったら下げれませんよ、言ってきますけど。まず売り値を下げるんですわ、これ。まあ、東京新聞は安い値段でやってらっしゃるけど、下げるとそのようにできるんです、ちゃんとそれは。いうことなんで、まあ、初めからもう継続審議で、全然ダメだ。で、去年の12月22日だったじゃないですかね。で、私も、これではね、私は詐欺になりますから。うん、言っときますけど、これ私は市長の場合ですけど、議会でも後で出てくると、いわゆる党議拘束という日本流のやつ、あるのは世界中で日本だけですよ、あんなの。これ。イギリスでも違いますよ、全然。これ、議員というのは、アドミニストレーションですから、これ行政に入った場合は、総理大臣に従わないかんです。だから議会というのは全国民の代表で、だから憲法に規定があるんですよ。全国民の代表って重い規定なんですよ、あれ。党の代表じゃないということなんです。あなたは全国民を代表して国会議員なり選ばれたときには自分の意思で賛成反対を決めなさいと。今当たり前ですよ、これ。まあこれ、ここの日本の政治、大八百長ですから。これ。もし、日本のような党議拘束が国会であるんなら、国会議員は党の数だけ俺はいいですよ。5人おりゃいいですよ、はっきり言って。ほな、1割議員を減らす問題じゃないですよね。党で決めてみんなざーっと同じ投票するんでしょ。党の数だけ、あとみんな職員にして勉強すればいいですよ、それは。ということなんで、めちゃくちゃです。地方に行くとさらにめちゃくちゃ。その党議拘束は、今だと名古屋市議会、自民党と民主党と公明党同じですから、全く。これ。ほんで、12月22日にどうなったか言ったら、わしもこれ絶対守ると。で、あの前トレビでよく言ってますけど、実は市長とか知事って大統領じゃないんですよ。これ、議会が一番上なんです。アメリカ民主主義が決めたことですから。議会が議決権があるんですね。市長や知事は提案権しかありません。これ、これ。だけど皆さん裏でつながって、市長や知事を立て取るもので上みたいに見えますけど、これ違います。これ。で、市長には解散権がないです、また、知事にも。アメリカも実はありません。この選挙で選ばれる場合。じゃあどうなってるか言うと、アメリカの場合はノンパーティザンと言いまして、議員というのはノンパーティーですね。いわゆる党派に、党派として行動してはならないと。大体チャーターに書いてあります、それは。法律に、条例と言いますか。これ。だから党議拘束って違法なんです、あれ。明文上。イリーガルなんです。日本の逆です。日本の党議拘束は誰官製談合なの。日本は政党政治の誤解で、党になったら右になれと、それ全く違ってて、だからアメリカの場合、その解散権はないけど、議員が一人一人いわゆる賛成反対決めないかんから、ある日ね、今回みたいにですよ、集まってですね、河村のバカ野郎と、バカ野郎と言ったかどうか知りませんけどね、穴も潰したれって、一瞬のうちに1対73でしたけど、私の秘書をやったのが一人、さすがに河村さん何に賛成してくれましたけど、一瞬のうち全滅と、ああいうことって多分ありえないと思いますよ、一人一人が評決すれば。ということなんで、まあ、12月22日の時点では、しかし私も絶対通さないかんから、これやってくれなければ、で、ああ、何言いたかったから、そういう仕組みの中で、おじゃ、市長の言いたいことというのは、議会によって常に否決されたら終わりなのかと。今では終わりなんだけど、実はね、もう一個制度用意されてるんです。解散権じゃないですけど、地方自治法76条とありまして、ここに、いわゆる名古屋でいうと36万5千人の方がね、議会は間違っとるぞと、解散して出直すべきだという署名が集まりますと、それで、まだ解散にならないです。解散に関わる住民投票が行われるんです。リコールですね、いわゆる。で、そこで過半数取りますと、いよいよ議会が解散になるということで、その時は、そこまで行ったら私も市長辞職して、同日に、まあ、ダブル選挙で市民の審判を得ようと。まあ、こういうふうになっとるわけです。まあ、それで行ったんですよ、ね。どうにもならないもん、自分の一丁目一番地の公約通るせんが継続審議であるって。で、
財源を見せる、財源を見せるには完璧に見せるには予算を見せなきゃ分かりませんよ。全体の大体福祉はこんだけ、それからまあ交通はこんだけとかね、まあそういうのは分かりますけどね。こんなこと言ったら2月になっちゃうじゃないですかということで、まあこの際市民の審判を得ましょうかというなってきたら、まあほんなら通そうかということになりまして、この減税案が通ったんです。でこれは議会で通りましたから、市もやろうと、から議会もみんなで、じゃあ当然高級減税ですよ、減税に1年限りというのはあれは減税じゃないですから、これあれは給付金というんであってですね、いやお帳ですからそんなものということで通ったんですが、この度3ヶ月経ってですね、人なんか私もまさかそこまではやらんだろうなと思いましたけど、一晩でですね、市民の意見何も聞かずに、これね1対73でですね、通したけどあれは実はよ1年だけだったわと、1年に限定してという法案が、条例案が通りました、バサッと。でそれについて様子を見るんだとか言っとる人がありますけど、嘘ですよ、条文にはっきり1年に限ってと書いてありますから、限定してと。これから表題が平成22年度市民税改正ということでちゃんと書いてありますから、これすなわち22年度終わって23年度に行きますと、今年は4月ですから160億減税になります。これが市民1人頭納税者平均ですと1万5000円です。納税者平均で単純平均ですとね、それが多い人も少ない人もいますけど、でこれは1年で終わりますから、このままいきますと平成23年度にはこれ1月からですけど220億の大増税になりますけどね、これまあしかし私ね、こんなことはね、まさか一晩でやるとはね、私16年国会議員16年弱ですやらさせていただいたんで、いろんな国会の姿を見ていますけど、これやったらね、これどういうことか言いますと、名古屋市の予算1兆円で、国の予算は100兆、大体ね、補正入れたりしますと。おと、100倍ですから、名古屋市はこれ220億減税ですから、100倍ですと2兆2000億です。消費税が2兆5000億ですから、ちょうど消費税 1% なんですよ。だから、総理大臣と議会がですね、12月22日に、皆さん喜んでちょうと。消費税 1% 減らしますよと。で財源については約束通り全部行財政改革であります。これ全部行財政改革でやらないと、総務省に許可書じゃないけど、お伺い立てるようになっとるんですよ。先ほど言いましたように。記載が許可制になってますから。でちゃんと許可いただいてますから。記載は当ててません、一銭もこれ。この中に入っておりますんで、あと見ていただくといいんですけど、その財源ずっと書かないかんです、ずっと。で、まあ、いずれにしよう。国がですね、消費税 5%、1% 減税で 4% にいたします。言うと、結構盛り上がりますよ。増税の大合唱の中で、これ、できますよ、言ってきますけど。できますよ、本当に。それはね、市の、220億もどういうことか言いますと、市の予算で2兆6000億あるんですよ。これ、名古屋市の予算。で厳密に重複を外しますと1兆6000億です。これ1兆6000億の今年の160億というのは1割じゃないですよ、わずか 1% ですよ。これ国でもあるでしょう、2兆5000億消費税としますと、国の予算は、まあ、100兆ですけど、特別改善なんか入れると多分200兆以上はありますよね、間違いなく。ほんと大体 1% になるんじゃないですか、これ同じぐらいに。悪いですけど、東京新聞でもね、1% ね、経費節約しておいてできませんか、これ。できるでしょうね。できるでしょう。できますよ、言ってきますけど。やる気がねえだけです、はっきり言って。政治権力があるからしないんです。競争相手がないですから。せんでもいいからしないだけです。これは。人件費、天下り、外郭団体、いろんな発注、いくらでもありますから、ネタは。これ。名古屋市はだから、ほとんどありとあらゆる外郭団体の発注を競争化しました、今度。天下りとおかしいけど、再就職の人、当然退職金なしですけど、給料699万です。これ。そんなもんですよ。減税するとなるんです、こうやって。699万ですよ。で、渡りとかいうの禁止でしょ、全部。年金もらう65までですよ。それも数人だけですよ、これ。
まあ、あのいろんなあのそれは幹部ですけどね、なるんです、こういうふうに。ということで、じゃあ日本国政府と国会が消費税を 1% 減らします、決めたとしますよね、12月20日。で3ヶ月経って、ある日皆さん夜中に突然記者会見が設定されましてですね、あれ1年だけにしておくわいってなったとしますわね。これ市民の意見何も言わず、政党内の議論何もせずに、これやったらね、まずね、政府は3つぐらい潰れると思いますよ。これ細川さんの時の国民福祉税 7% よりもっと悪いです、一旦決めてるから。これで税金というものは、わしが怒っとるのは、政府の国民に対する一番象徴的な統治の道具なんです。これ権力行政の最たるものは税をかけること。だからこれについては最も慎重でないといかんし、安定的であって市民は信頼できるものじゃないといけないんです。それをですね、やる前にですよ、施行前に一旦決めたやつは1年だけにするというようなことが起こったと。これなぜ起こったか言いますと、司会の議決は最高位だからです。これでもう一つだけあるんですけど、36万5千人は集まらないと、こういうふうに、まあ、テレビで言ってますよ、集まらないって。わしはそんなことねえと、市民は立ち上がるとこう言っとるんです、と思ってるから、こんな全く狂ったことが行われると。たまたまこれアメリカから、アメリカ のロサンゼルス行っとる人で、ある2世か3世の人が昨日おとつき来とったもんで、これどう思うって言ったら、こう言ってましたね、私は分からないけど、法律が全部条例がいるかどうか分からないけど、多分住民投票がいるぐらいの話になるんじゃないですかいってと言ってましたね。これ、220億ですから、市民一人頭1万5千をある日突然増税するという話で、でわしもね、この時にね、住んで町名古屋大作戦行って、もうこれ日本初ですから、テレビ出て言っとったでしょ、いろいろ。ほんで、日本、名古屋は日本一税金安いよと、織田信長の楽市楽座と同じじゃがいって、信長行きとったらどえりゃ喜ぶよ、言って、ほんで、日本中の会社に名古屋来てちょいと有楽町でビラ配ってね、本当にうちの副市長にも、あんたよ、マイクで喋ったことねえだろう、言って。でどうやって喋るか教えてあるでしょ、そっち喋っとるでいて、有楽町でやるめやいて、ほんで市長と助役とか、そこにちょっと幹部おりますけど、みんなだー揃ってですね、名古屋に会社作ってちょいって、なんでだいった、税金が安いもんという話ですよ、これ。ほんで、多分会社いっぺんには来ませんけど、来て、そしたらもう一回減税できるようになりますから、これ税収になる、これ減税政策というんです、商売やってる人なら分かります、これ、不景気なほど物価を、売り値を下げて、売り上げを増やして、また下げていくと、こうやって勝つということなんですけどね、これが都市間競争 の引き金になると。だけど、まあ、わし恥ずかしくて、まあ、しゃべれんわ、これ。これ、そんなもの、有楽町でね、もうテレビで皆さん知ってますから、もし仮に名古屋市民税1割減税でよ、商売やってちょいって、住む人も住んでちょいって、言ったら1年ぐらいありますよ、本当に。あんた何と詐欺師かと、1年だけで締めらしいがやと、なるでしょう。だね、まあめちゃくちゃですね、わしこれ本当にとんでもねえ恥を議会は名古屋市民に書かせたと、どうやって責任取ってくれる話ですよ、これなめきっとるべかん司会は、これ市民を、これ本当そう思いますよ。だから議会というものが市民の縮図でないといかんのに、なぜアメリカは議会というものにこんだけ強大な権限を与えたかという、それは民主主義の力で、市民の縮図だからなんですよ。市民は忙しいから毎日市議会のことを考えとれんと。だから代表でお前さんで出てちょうということで、代表者として出てくわけよ。縮図でねえと考えるぞ、これ。これ。その人たちがですね、まあこんなことやったということと、まあこれからまああとは5分ぐらいですけど、これからもう一つ地域委員会のことも言って、今回何が起こったか言ったら、地域委員会の指定と、これから、いわゆる市議会の報酬、半分にする、まあ、定数半分は今度ちょっと定数を置いておりまして、今度は報酬半分のやつ出しますけど、まあそれ全部否決したと。これ何か言ったら、全部議員としてのいわゆる、まあ、生活の特権というかを守ったということです。これ減税も何かと言ったら、先ほど言いましたように、減税というのは名古屋市において220億円、市民一人頭1万5000円の使い道を市民に委ねるということです。今まではそれは議会であり役所が全部分配してた。で、私はよく言ってますけど、1万5000円酒飲んでもええし、孫の土産でもええけど、ぜひ NPO をはじめね、
いろんな公益団体、文化団体、スポーツ団体ね、福祉やっとる人、児童虐待で防止のために頑張っとる人たちに寄付したてちょうよと、から今度今津地域あの委員会ね、そういうのに寄付したてちょうよと、その分配権は当然、まあ役所は役所でここまでやってきたんで、面白いねか分からんけど、20億戻ってきたら役はなるわな、これ。返事はないですけど、まあ、そこにおら、ほら楽になりますよ。現に某あれが言ってますけど、給料減らさんでもええって、もう言ってますな、これ。いう話ですわ。で、これでまず自分たちの、いわゆる税金分配と利権を守ったと。もう一つは地域委員会という名古屋でやってまして、これもぜひ皆さん名古屋に来てほしいんですけど、地域のことは地域で、日本中で始まってます。結構いろんなところでやってます。だけど皆さん本当に取材されるといいけど、うまくいってないです。なぜ言ったら選挙やれないんですよ、これ。だから同じ公募行ったって、いわゆるまあ、地域ボスって言い方悪いですけど、名古屋でも、うちのおふくろも婦人会やって、一生やって死んでた、あれですわ。で、わしも実はお祭りの会長やってまして、そちらの方ですけど、要するにそこにまたやらせますので、結局その新しい人も入れないし、やっぱり選挙やってないから大きいお金を任せることできません。私名古屋で言ってたけど、悪いけど、わしのとこの家族もやってたから、その地域の今までの団体が両方におったって知ってるけど、しかし選挙経てないから、これは。悪いけど、下手とこもあるんですけど、ほとんどない。そこに何千万何億、の血税の分配を任せることはできないよって、これ、わしはなんで名古屋市長で偉そうなこと言っとるか言ったら、これ、ろくでもない人間かなんか分からんけど、選挙で選ばれてもあったもんだぞ、これ、これ、しょうがないんだよ、これ、市議会議員がなんで偉そうなこと言っとるか言ったら、あらかろくでもないかなんかしたんけど、選挙で選ばれたもんだで、そういう人だから、市民の税金について、こうだ、こうだと言えるんだということで、まあ、名古屋は、だけどご承知のように、これ、市議会も大反対でした、当然。なんで反対か分かるでしょう。名古屋で言うと、名古屋市議会は、まあ、手当入れると年収2400万、手当外しますと1630万です。これ、年収。後で出てきますけど、そんな国はロサンゼルスが一つ同じ国でありますけど、ロサンゼルスが3期12年で終わりです。1999年までは2期8年で終わりなんです、そういうところは。過剰化はストップしないかんから、そんな、長いことそんな給料税金でもらえるのないんで、そんなもの。これいやそういう人たちからすれば、名古屋ですと75人市会議員がおって、大体中学校110ありますから、大体中学校1校ぐらい、まあ、こうなっとれば、大体やっていけるわけです、その足元にですね、まあ、小学校単位になってますけど、みんなで選挙やってですよ、こう小学校単位で大体11人平あ、9人ですね、平均9人の地域委員が選ばれて、その人たちがね、キラキラしとるね、みんな、じいさん、ばあさんが。選挙で選ばれちゃったもんだでね、わしはずっと出てきましたけど、本当にね、メイドの土産とは言いませんけど、皆さん一生もうこれでご奉公して地域のためにやってきますって、素晴らしいでしょこれ。で今回はちょっとモデルですから任期1年になってますけど、ルールとしても任期2年で2期までと、だからずっともう過剰化しないということになると、月に2000円です、大体実費で。そうやるとね、議員なんて出ないなんて言う人おりますけど、大嘘ですよ、これ、みんな。ある学区な、とこなんてのは、19歳の学生を通りましたよ。から25歳の学生も通りました。これ。政党とほとんど関係ないですよね。まあ関係ないですわ、これは。ほんで、みんなで、この、まあとりあえず名古屋市は1000万ですけど、とりあえずね。まあこれはもっと地域の公園だとか街路樹だとかに切り分けていきますから、それから地域の寄付も入れて、一つのまあ自治政府と。だからまあ僕は将来、名古屋、ユナイテッド・ステイツ・オブ・名古屋というふうにしようと思ってね、各それぞれの地域委員会、まあ、ミニ、名古屋のマスコミはこれ、ミニ議会と書いてますけど、非常にええネーミングだと思うんだけど、ミニ議会を誕生させて、それのまあ合併体で、市全体のこともやらなあかんですから、地下鉄をやっていくかとか、大規模病院をどうするかとか、そういうことはやるんだけど、もう身近ないろんなことは、もう皆さん自分で決めてちょうと。いう仕組みを導入したいんです。だからこれもね、大反対でした。当然のことながら。で、12月22日はね、来ました、ついに。ほんで、どうなったか言ったら、これ、まあ、認めると。16個ありますから、16。一旦決まったんですよ、これ。ほんで、8個はやりました。8個は。これ。で、あと8個やらないかんが。で、この度予算否決。
これもう締めやとやめやと終わりとむっちゃくちゃですわ。要はしもね、市民をなめとんなと。もうこの8区出てこの中にアンケートありますけど、あの初めね、選挙は嫌だいう地域のエリアさんを思ったんです。俺落ちたらどうするって、これはかっこ悪いことやめようって言ってましたけど、ある学校足行った時に、ね、その委員長議長、議長を選ばれるのをみんな5000で選挙でやりましたからね。これすごいですよ。で議長に、いや議長あれでしょ言った、反対しとったけど選ばれたでよかったでしょ言ったら、うん、まあ確かにいいなこれはってそういうことですよ。千代自治は民主主義の学校であるという皆さん有名なね、トゥブールさんないし、まあいろんなことは言ってますけど、まあ言葉をしとられると思いますけど、こうなると本当に学校になりますよ。これどうやって議事を進めるかってみんな決めますから、というやつを、予算をめでたく否決されました民主主義のつくしんぼを簡単に足で潰されました。これ絶対許さないと思います。はこれ、これもこれもだからもう最後は名古屋市民にかかってるということですね。36万5千人の皆さんが署名するかどうか、これ全てかかってます。その他の方法はありません。議会の決定が最終決定です、これは。ということで、もう一つはまあ今度最後ですけど、あの議会の改革のところで、今回は、まあ、前はあの議員定数もあれでしょう、皆さんの中にちょっと一つは、あの他の自治体のあれがついてるでしょう。どこですかね、そうですね、何ページですかね、これ見ていただきますと、この減税って書いたペーパーの一番裏側ですね、はい、あの世界各国の地方の定数報酬比較、これちょっと見ていただきますか、市民税の減税についてという紙の裏側です。あちょっとそちらの方、いいですかね、一番裏ですね、裏、この一番裏ですけどね。市民税減税 10% の減税の紙の裏ですね。はい、ではそれを見ていただきますと、一番上が名古屋市、人口225万、定数75人、まあ、議員1人当たりの人口3万人、議員報酬年額1630万と、ロサンゼルスだけがよく似てますけど、あの日本以外で一番給料が高いのはロスです。これは人口385万、しかし議員は15人しかおりません。議員1人当たりの人口25万6千で、議員報酬1680万ですけど、右が認まないか。任期は連続3期12年までということでございます。これ1999年までは2期8年までです。これどういう趣旨かというと、議員を過業化させないということです。これは。これからまあシカゴがありまして、ロンドンだって、まあ、パリが面白いんですけど、上から1、2、5人。ちょうど名古屋と同じなんですけど、人口220万人、議員定数163人いるんです。名古屋の倍以上。だけど、この後の議員報酬年額620万ということでね。あのやっぱりね、過業化しないようなみんな仕組みを整えてますね。あの要件の給料を税金でもらって何代もやってくるのはそれ議員じゃないんです、それは、うん、その方が専門家が出てくるって大嘘です。それは何にも知らない人が仮にポッと通っても家業で延々とやりますから、ボランティア化しますと意識がない人が出てきません。だから専門家が出てくるという、まあ、こういうことと、それからまあもう一つですから、ついでにちょっともう一回前ページに戻っていただいて、よくある話ね、市債現在高の推移ということがございますわね。ほんでよくある話で、名古屋市は減税したけど借金を増やしとるとか言うんですけど、これ一般会計で名古屋市の市債現在高は平成20年からこういうふうに増えております。これ1兆8000億から1兆8000億ですが587億に。だけどこれ指定都市合計ですね、これ18市ですけど、全部足しますと、あの全く同じカーブをあの描いておりまして、これすなわちあの減税分は全て行政改革であったのは、その前のページにありますけど、あのこれもいきますか、あのその前のページで3番の行財政改革の取り組みの内訳ということで、あの最初削減で内部事務の見直し43、施設35、公に外郭団体16、歳入公にずっと書いて185億、これですね、減税分160億ですから、減税より要求を強化しましたけど、でこれを総務省に出して、許可をもらわないかんす、まあ、バカらしいですけどね、資産発行にちゃんと許可いただいております、裏取っていただいてもいいですけど、だから減税分については全部強化で行ったと。で、記載についてはこういうことで、不景気ですから、
記載を起こして経済を余った民間で使われないお金をちゃんと市が回さないと大不景気になりますということで、まあ、最後にもうちょっと例の話のテーマで、じゃあ日本は財政危機かというとんでもない嘘について申し上げますと、これがネタになりまして財務省の呪文でですね、財政危機ということで、増税やむなしという話ですけど、まあ、これについて何がいいか分かりませんけど、まあ、あの経済学部出られた方がおるかどうか分かりませんけど、まあ、これあのすぐ数学が始まりますので皆さんに寝て見えますけど、貯蓄投資バランスというのがありまして、 IS バランスということがあって、あの財政危機かどうかはね、まあ、もし聞かしたら明日にでもいいですけど、あの明日はいかんか、何曜日だったですかね、平日でいいけど、銀行の頭取でも支店長でもあると聞かれるといいんですけど、要するに貯蓄投資バランスということは、皆さんが銀行ない郵便局に預けたお金というのは必ず投資されることです。貯蓄イコール投資です。これはアルキメデスの原理と同じですから、疑ってもここを疑われると私もちょっと苦しいの。これは貯蓄は投資です。100万円皆さんが UFJ 銀行に投資され、貯金されますと、その100万円は必ず誰かに投資されます。これもし投資されませんと、ただみたいな利息ですけど、銀行は利息払えません。だからそのお金が投資されないと、あの経済として回らないから経済縮小しますけど、まあそれはいいんですが、かなりところが今どういうふうなのかと申しますと、 UFJ で言いますと大体 75% しか借りる人いません。これ予貸率と言いまして、みずほは 80% ぐらいだと思いますけど、地方銀行だと半分ぐらいのところ結構あります。これ今厳密に言いますと貸し渋りではなくて借り渋りなんです。この辺の現状は河村さんなら、だってちょっと信用ならんというなら、まあ、あの、リチャード・クールさんは言っておりますから、リチャード・クールさんはもうちょっと新しい順でバランスシート不況だ言ってますけど、金利がどんどん下がっていくと、いわゆるその需要供給曲線の考え方で、いわゆるお金の値段というのは金利ですから、金利が下がれば必ず借りる人は増えるはずなんだけど、今はバランスシートをきれいにしようというインセンティブが働くために、金利が下がっても借りるじゃなくて、反対にお金を返してしまうという言い方をされてますけど、まあ、いずれにしろ、今は皆さんの貯金は、あの、UFJ で言うと 75% しか、あの、借りる人はいないんです。ところが貯蓄投資バランスですから、あと 25% は誰かが借りなきゃいけません。これ絶対に。これ借りなきゃいけません。誰が借りるかということです。その場合。これは誰が借りるんでしょうかと。こうなりますと、これは政府が借りるんです。この場合は。で、それはアメリカ政府かもわからんし。アメリカが借りるよりは日本の方がいいですよね。だから日本政府の国債になる。ないし、名古屋市債になる、愛知県債になる、東京都債になると。いうことでして、皆さん今の日本の国債というのは 94% 国民が持っていることがご存知だと思いますけど、実は皆さんの貯金なんですよ。これだから利息が大変だろうけど、利息は全て国民所得に入ってます。国民の GDP の中に入ってます。これ国民所得の中に、中にね、銀行があるから分かりにくいんですわ。銀行はあれは銀行通じてみんな皆さんの利息になっているということでございますので、借金という言い方はですね、あの民間で一番たくさん、あの社債を発行しているところは多分東京電力だと思いますけど、5年ぐらい前1兆円ぐらいでしたけど、東京電力の社債を、これ借金と言いますか、これ東京電力の経営者からすれば借金かも分かりませんけど、それはわずかじゃないですか。それだから僕はね、政府関係者が借金だというのは結構ですよ。だってジャーナリズムを上げてですね、国民からすれば東京電力社債は財産ですよ言ってきますけど、これそうでしょ。なんで東京電力の社長の言い分を言わないかんですか、国民が。だから日本国債というのは日本国の政府からすれば借金かもわからんです。これはだけど日本国民からすれば堂々たる財産ですよ。これはということで、実際余った金の投資先ということです。だから金利が安いんです、経済学的に言えば。これはもしね、財政危機で国が余分に金を取って取るんだったら金利は上がるはずです。それと危ないんだったら金利が高くならないかんです。なぜこんなに金が低いのかと。東京電力と日本国債とどっちがあれですか、金利が高いか低いかは、これは日本国債の低いですよ、必ず。ということは日本国は信用があるということです。これ東京電力は財政危機であって危ないなんて話したことないでしょう。なんで日本国だけ言うんですか、そういうこと。
で、日本国はそれほど財政議員は、なんであんな立派な国会議員会館作ったんですか。あれ、なんですかあれ、坪150万で。私あれ追求してましたけど、昔私がおった時、あの間仕切りだけで700万か800万だったんですよ、実は。で、私それキャッチしまして、何やっとんだいって。まあ、それでも議員にボロボロに嫌われましたけど、これ。もし会社が危ないなら本社を立派にするわけないじゃないですか、そんなの。嘘です。いやいや違うと、ああいうことやるから財政聞いたと言うんだったら金利が上がってくるはずです。ないのに政府がお金を取ってた。まあ、クラウディングアウトと言いますけど。だから、嘘でございます。じゃあなんでこんな嘘を言うのかと。言ったら、それはまあ増税したいからですけどね。増税したいからというよりもっと大きいのは伝統的に国債は悪であると。これは。だから税金でやらないかんというのが伝統的な某大学の財政学の教授の言ったことだからです、これは。で、それが財務省の上におるもんだから、その通り言わんと出世できんと、そんだけのことですわ、これは。ならまあ、とにかくあの経済学のテレビにいろいろ出てきますけど、先ほど言ったかどうか知らんけど、アメリカのスティーブ・リッツは、ノーベル経済学賞です、あの人は。何本も論文を書いた人です。日本の某財務省出身でですね、大蔵省か知りませんけど、それだけで某大学の経済学部かなんかの法学部の教授になってね、経済学の下り顔に言うのはやめていただきたいと思います。彼らは一回上級職に受かっただけですから。その時に河村さんは腰にトラック乗って運んでたと。そういうことですから。ええ加減して止まらないでしょ、本当に。こんな馬鹿らしい話を。だ日本経済がいかんとかそこですよ、これ。だからものすごい勢いで大蔵支配が進んでっとると。じゃあまあちょっとかっこいいこともう一つ言いますと、だけどほいじゃあね、国債は戦争への道でないかと言いますと言いますと。で、私はここさらに国会図書館で調べたんです。本当の戦争への道かと。ほいじゃあ第二次大戦の前に日本の国債はどうなっとったんだろうかって調べて、日本国内はね、物価統制やってるからあんまり参考にならん。で、ロンドンの市場を調べた。調べてまとめるんですよ、国会図書館の財政に河村さんと一緒に調べたかい。で、どうなったか言ったらですね、日露戦争の後にイギリスの日本国債市場というのはね、非常に落ち着いてるんです、ずっと。で、第二次大戦の前の、これはいわゆる満州事変の頃からね、日本の国債でどんどん売れんようになってくる。これ。ほんで、一番太平戦争の直前はね、ほぼ金利を3割超えました。これ。もうどんだけ金利上げても売れないと。だから、国債の方が実は戦争抑止機能があるんです。わかるんです。で、どうやって戦争に突入していったか言ったら、その後の増税に次ぐ増税です。国債が売れようになるから国債もやってましたけど、国債売れへんですから、もう増税なんです、これ。厚生年金もそうです。増税と一緒ですから。だから増税が始まった時こそ、最も危ない時なんです、これは。国債でやってる以上、ちゃんとアラート機能がありますから。売れんようになったら売れんようになったら言いますけど、売れんようになるけどいいことなんです、これは。会社が危ないよという、ちゃんと、赤信号がと思ったんです。その時は政権交代で潰れりゃいいんですよ、それは。これは。国債が売れるような政策に変えればいいんです。というね、根本的な日本に嘘があるでかん。これ、増税を主張する新党が出てきて、これ、増税を主張するこそ勇気ある政治。冗談じゃないですよ、そんなの。増税を、料金を上げる新聞社こそ素晴らしい。これ、ちょっと待ってください、いくらなんでも。消費者からすれば安い方がいいですよ。で、いい記事を書いてくれた方が。社長はもっと働いてくれた方が。これ、僕はそういうね、基本的なね、構造がね、まあ、とんでもない方へ行きつつあると。いうことで、まあ、結論を言いますと、まあ、要するに、政治の職業化をどうしても止めないか。これはね、国民のね、言論の自由を封鎖するでかんのです。新しい勢力が出てこうというのを潰すんです。職業政治というのは、長いことやらないかんから。これ。これをストップすることと、その具体的な政策としては、税金を1円でも安くしなさいと。こういうことを言うことですね、行政に対しては。で、できんような、政治をやっとる人間はやめなさいと。誰も困りませんから。これ。という主張を僕は、日本国民が今こそするときだということで、まあ、名古屋で、ね、それを、まあ、やらさせていただいているということでございますので、まあ、ぜひ、まあ、データ以上でございます。どうも、長時間にわたりまして、すいません。ありがとうございます。まだまだお話をしたいようですけども、
時間も来てますので、あの本当にありがとうございました。いや、すいません、なかなかツッコミどころ満載のような気もしましたけども、あの一応記者会見ですので、あの議論にならないようにですね、議論になるとおそらく延々と終わりませんので、じゃ あのフロアの方から質問を受け付けたいと思います。あの挙手していただいて、あの社名等を、おっしゃっていただければ、私の方から指名したいというふうに思います。どうですか。あ、じゃあいいか。個人会員の蔡氏といいますが、あの難しい話を面白く解説していただきたい、ありがとうございました。この地域委員会についてちょっと、はい、私 の, あの考え方をあの申し上げた上で、あの伺いたいんですけど、私あの昨年、北欧のですね、フィンランドとそれからあのスウェーデンの町村の議会を取材してきたんですね。これなぜかというと、あの日本ではあの核使用済み核燃料のですね、最終処分場はなかなか決まらない、はい、ところがフィンランドとスウェーデンはあっさりと決まってるんですね。でそうすると地域の人たちがこれをどう受け止めて、これを受け入れたのか、はい、それを調べに行ったんですが、あのまず地域委員会には相当すると思ったのは、もうその町議会とか村議会ですね、大体まあ人口でいうと3000人からまあ2000人とか、はい、ここがちょうどこの地域委員会に相当するのかなと思ったんですが、例えばこれはあの住民から選ばれます。そうです。選ばれてですね、大体あの職業を持ってるんですよね。ですからまあおっしゃるようにボランティアで、で大体あの国会議員もこれ地方議員ができるんですね。ですからあの国会はあのいつも月曜日外して火曜日からと、で地方議会は月曜日にあるんですね。でそれもあの朝の6時から8時まで、それから、まあ、夕方ですと夕方の6時から8時まで、そして1回の報酬がですね、当時あの去年で100ユーロですから、日本円ですと1万4、5000円ですね。でそれを、まあ、あの月に3回なし4回やってるんです。でそれだけで報酬は他にはないんですね、はい、そしてあのその村長、省長はですね、住民が直接選挙するんじゃなくて、そのいわゆるこれいう地域委員が、はい、で市長とかメディアなんじゃなくてマネージャーですね、はい、これは川村さんのところにマネージャーってありましたけど、はい、そういう役割がある。であの川村さんのあれにはないんですが、そのそういうことにやってる効果ですよね。これはね、一つ決定が非常にスピーディーになると、はい、それからもう一つはね、あの 行政に対する信頼性が違う、はい、で議会の人たちが受け入れようということだと、住民も大体それに従っていってるんです、はい、つまり自分たちの分身であると、はい、そういうあの受け取り方をしてるんですね、はい、それで今度はあの質問なんですけども、地域委員会は将来この市議会との関係をどういうふうにお考えになっているのか、はい、これは市議会に変わるものなのか、あるいは並行してやっていくのか、はい、その辺のところをちょっと。分かりました。今のお話の中で、わしも一つ今ちょっと原口さんに言われたんだけど、今立法の準備しとるのは、あの地方議員ないし首長はね、国会議員と兼職してもええというやつを、法律を今作ろうしてます。これはもうね、ろくでもね、わけのわからん国会議員がよけ出てきてもねしょうがないですわ。この特に比例区ぐらいの数はですね、やっぱり地方議員なり首長がね、現職でそのままできる、まあ給料は一つしかダメですよ。このままね、地方試験というのは格段に進むと思いますね。まずこれ、まあこれはちょっと今あの法律準備中ですけど、それから今言われましたのは、今何だったかちょっと喋ってまた忘れましたけど、ご質問の言われたのは、地方議会と市議会との関係、市議会との関係は一応ですね、あのロサンゼルスなんか見とりますと、やっぱり市議会と、この向こうは英語で言うとネイバーフードカウンセルと言ってますけど、地域政府というのがありますんですけど、あの市議会の方は全市的なことをやりますね。先ほど言いましたように、市全体の、まあ、都市計画とかから、まあ、地下鉄は分かりません、またロサンゼルスじゃなくて日本でなる場合でもね、地下鉄をどうやって行くかとか、巨大病院どうやって作るかとか、市のあのだから体育施設をどうするかとか、まあそういうことをやって、まあ今のネイバーフード近隣政府って学問的に言うらしいんですけど、近隣政府の方は、まあ、地域の、まあ、福祉なんかも将来、まあ市は市でやるんですよ。これすぐ言うと行政とかね、市のことやらねえのかで、そういうので市は市でやるんですけど、まあから町づくり、まあそう文化とか、そういう、まあ教育なんかも将来、
まあ、教育委員会なんかもね、日本の場合は法律が失敗しまして自治体に置くということにしちゃったから、教育委員会も名古屋市に1個なんですわ。だから調べてみますと、アメリカだと個数でいうと中学校に1個ぐらいあるんですね、あれ。もっと細かいんですよ、広いのもあるけどバラバラですけど。だからそういうところが地域の教育仲間になっていくと、そういうことで全体のことと地域のことということで、まあ、分けていくと、シェアですね。だけど税金の使い方を決めるとすると、ね、市議会も税金の使い方を決める、はい、はい、そうですね。まあ、そこのところ、これからのやっぱりチャレンジじゃないですかね。課税権まで持つようになってるんじゃないですかね、向こうは。多分課税権を持たせれば一番使い方よりもはっきりしてますよね。固定資産税、こんだけ、まあ、かけてもいいと、地域委員会の方で。というになれば、まあ、ほとんど政府みたいになってきますけど、ヨーロッパは非常に盛んらしいですね、あれ。フランスは、いや、イギリスはパリしてて、フランスはコミューンというらしいんですけど、実は市町村の下というところで、もっと住民に近いところで、実はもう一つの議会があるということは、日本はこれ、実は秘密になってましたね、これ。ちょっとしつこいようですけど、委員会の方は、要するにボランティアとしてですね、給与制じゃない、手当を一回。出たらそうというような感じですよね。名古屋ですか。これ議会の方は今度は報酬制度ですね。今のところ報酬、うん、でそれを半分にしようと、1600万円を半分の800万にしようと。これなぜかといったら平均給与だし、川村さんは800万議決しましたから、わしは800万でやって、これもう一つ言わないかなんだけど、まあね、やってみられると分かりますけどね、市長ね、これまあ、あんまりこれ役人の偉い人おりますけど、まあ、わしみたいにこれやると大変ですけど、まあ、はっきり言ってそのスタッフも容器おりますし、挨拶するだけならね、仕事でしょ、これ。なんでかいうとね、年収2750万ですわ、市長。ほんで4年ごとに退職金が4220万出ます、これ。ほんでわしは800万、退職金も廃止しましたし、給料800万しましたけど、800万だと市民からすればエゴじゃないですか、まだこれ、61のじい様が800万なら。ほんで、この800万で4年間で3200万でしょ。こんなことを言わずに、そのまま、今までの市長と同じ給料もらっとったら、どんだけ4年間で違うか言うと、1億2000万違いますよ、これ。これ、だけど皆さんから選挙に金がかかるというふうに思うでしょ。だけど、まあ、これは中日新聞が書いとったであれですけど、某、まあ、市長さんがですね、毎回やられるかどうかは知りませんけど、政治資金団体にですね、1億7000万現金残ってますよ、これ、1億7000万。だから政治の資金だって、まあ、首長でその気になれば、パーティーやってですね、僕は企業献金自ら断りましたもんだね、まあ、こんな安我慢でやってますけど。仕事ですよ。ほんで市会議員さんが年収手当も入れりゃ、この間まで領収書出さんでもよかったんだから、この間まで2400万ですわと一緒で手握って上手にやるようになるじゃないですか。長くやることが最大の目的になるんです。改革は口だけ言ってきゃいいんです、そんなこと。でマスコミの皆さんも、例えば情報公開ちょっとすりゃ、ああ立派立派とね、そういうのあるでしょ。減税しろなんて誰も言わないじゃないですか、そういう大改革を。地域委員会なんて本当の大改革を、本当の民主主義のを作れなんて誰も言わないですから。で、ずっと行くということですから、やっぱりね、政治はボランティアでないとダメです。真面目にはそこで言うわけじゃないけど、安我慢ですけどね。長いことやろうと気にならないもん、こうなってくると。とにかく自分の思ったことを貫いていって、あとは市民に委ねて、まあ負けや負けたで仮想代行けばいいわと。こうなりますよ、本当に。じゃあ、他の次の質問の方に行こうと思いますけども、どうですか。圧倒されて。どうですか。じゃあ、どうですか。個人会員内藤と言いますが、元 NHK でございますけども、先ほどおっしゃったその、国の財政のですね、借金まみれという問題ですが、これは国際的なその標準のあれから言うとですね、300
兆円台の真ん中どころだという説がありますね。というのは資産入れるとですね、全体で800数十兆円、まあ、900兆円に今近いと言ってるんですけども、実はこれは内外で投融資を投融しておりますし、外貨準備としてもかなりあるわけですし、それから社会保障基金というのは200兆以上ありますね。年金で、そうです。で、そういうものを足し引きして、そのマイナスの部分というのは300数十兆円しかないんですよ。で、これは国際的な標準の見方であって、そういうことから言うと日本は財政危機ではないと、西洋的な国際的な標準の借金であると、こういう説がありますね、はい、で、今お話は川村さん、まあ、そんなような考えだと思うんですけど、これは数字でちゃんとその精査している専門家もいるわけですね、はい、ですからその本当の真実というか財政状況がですね、どういう状況にあるかということはね、マスコミもその財務省というか旧大蔵省のそのペースに乗っかって、それで危機だ危機だと言ってる感じが僕はするんですよ。で、改めてその辺のことについての所見をお伺いしたいという点と、もう一つはですね、まあ、名古屋はかつて徳川宗春じゃなかったか、第7代の領主ですね、その時に大変なその堅持政策のようなことをやって、まあ、財政がピンチになって、でその時の将軍に、お前はもう隠居せろということで、退場しましたね。でそういう歴史があるんですが、その時は名古屋にその全国的な文化とか芸能とかいろんなもの全部集まって大変な盛況をしたということですが、財政的にダメになっちゃって、まあ、それ以後節約倹約とかね、で文化というのはどっかへそこで行っちゃったという感じがありますね。で、私がお伺いしたいのは、その名古屋 その文化というのは、まあ、昔から偉大なる田舎と言われておりますけれども、まあ、川村さんはですね、まあ、この財政面の節約とかそういう合理性ということの他に、名古屋というその町を市をですね、どういうふうなイメージに切り替えたいと、その辺はいかがでございましょうか。はい、ありがとうございます。高校の先輩らしいもんですから言えりゃすいませんまあ財政でもう一つの言い方は、今資産もあるという言い方で、財政危機ではないという言い方ですよね。まあ一番端的に言うと、でかいのは今また年金の積み立て金から外貨準備とか、まあいろいろありますけど、まあ、そういう言い方もありますけど、そもそも国債がいわゆる国民のお金の投資先であるということから考えてもらわなきゃんですよ、いっぺん、これは。で、アメリカ国債の場合は半分大体外人が持ってますけど、ドイツはたで 75% ぐらいがドイツで 25% が外人だったと思います。で、日本の場合は 94% 国民。で、まあ、特に地方債の場合は 100% じゃないですか。まあ、ただそれは金融機関だもんで分からんわけですわ。ですから、そもそもですね、そんだけ金があるということですわ。言ってみれば。で、民間で金借りないんだから、政府が使ってると。貯蓄投資バランスに従ってというだけですので、そもそもだから、そのあれでいきますと、よく外国で、その日が出ますけど、それと次元が違うと、全くだその数字のカウントの土台が違うと、国民が持っとるお金だということなんですよね、これ。まあ、いろんな言い方だけど、これね、リチャード・クーさんの本読んでもね、本当にこれはね、理解されんで困っとるって書いてありますわ、これは。で、プライマリーバランスなんて言いますけど、英語使えという問題ではなくてね、プライマリーバランスで何か言って、新たに国債発行しないということですけど、民間で金が余るようにしなければ、国債で吸収しなければどうなるかということですわ。だから、一番いいのは、UFJ、あ、ここにたまたまありますけど、UFJ が75
85% ですね。三井住友が 83%、 みずほで 85% 借りる人がいますけど、あとは待ってるんです。これはほんでこれまた3月5日です。銀行の貸し出し金利最低にと、資金需要が低迷ということでね、もうだからまあこの問題についてはね、まあ議論まで明日からぜひ皆さんの銀行の支店長にで聞いてください。河村の言っとるのが本当か、それとも今日本国政府がまた言いかけましたけど、なんか分かりませんけど、増税だ言って財政危機だ言って本当か言って、それは間違いなく実は本当に金借りる人がないから困ってんですと、その場合は政府が借りてくれないと大赤字になりますよと、こういうふうにまあ言われますので、まあ、そういう カウントでございますね。これから宗春の事例から、まあ、名古屋をどう作っていくかということですけど、まあ、名古屋は今言われましたように本当は御三家筆頭で、実は将軍虎ノ井が何なんだけど、宗春の時に宗春じゃない、その前の継友さんの時ですけど、いわゆる暴れん坊将軍吉宗に負けましてですね、でまあそれからなかなかね屈折の歴史を歩んどるんですわ。でその後将軍毒殺事件なんかもあり、未遂事件でありまして、将軍の飯をですね、猫か犬が食ったら犬死ぬわけですわ。でその料理人が何だいことになりまして、実は尾張藩のとポロッと言ったとか言わんのかいう話だ。で尾張藩は非常に誇り高いところで御三家筆頭だったから、俺らが将軍になって当たり前だと、ということで本当にクーデターをどうも考えとったですね、これは。で宗春さんなんかも2万人ぐらいの大演習なんかを鷹狩りと称してやっとるんで、やろうとしたということもあって、だから実はこの非常に誇り高いところですけど、クーデターも失敗したのか、そういうことになりまして、うちの先祖も実はその時にですね、北町奉行がですね大量にですね尾張藩に入って4人ばか逮捕されております、武士が。でその中の一人は獄門打ち首になっております。でうちの先祖も拷問を受けまして、中級の武士だったんですけど、お前ら将軍毒殺事件やろうとしただろうと、藩としてね、いうことでまあ喋らなかったんですけど、まあそれ以来尾張藩にはお庭番がものすごい入っとったということは真実のようです。で名古屋の人間であるということを隠すようになってしまったと。名古屋のこんな綺麗な言葉をですね、汚ねやとか取れこと言ってですね、喋らないようになってしまったと。だって私は怒っとるんですわ。これで日本中の出会いとかじゃないって、自分のところの言葉を汚ねやしたらどこがあるかと言っとるんですけど、前ですけど、この終わり藩士であることを隠そうとしたという、まあ、そういう歴史があって、なんとなくね、名古屋の町っていうのは若干産業の町みたいに見えますわね今。まあ、確かに豊田さんを中心としてから、まあ大隈鉄工、マザック、森製機、工作機械から今度は三菱重工、川崎重工、富士、まあ、航空機のものすげえのが揃っておりますから、日本の産、まあこれちょっと威張るわけじゃないですけど、職業に規制はないですけど、わし腰屋だってトヨタと関係ないやつ同じだぞと言ってますけど、しかし少なくとも日本経済を引っ張ってきたのは輸出であると。特に不景気の時にね、これを支えたのは輸出ドライブということであるということで、まあ大体ほぼ10年間で50兆円ですよ。これ毎年5兆円ずつ名古屋港から貿易黒字を叩き出しとるんさ、これ。なので、まあぜひ今度のスーパー中枢公安も絞り込みするなら、名古屋にしたらモラルハザードだぞ言っとるんですよ、私これ。東京にしたら八百長ですよ、こんなの本当に。ということはええんだけど、で、まあ、それ産業の都市だということはありますけど、今実は言いましたように、まあ、須田神宮の草薙の剣を始めましてですね、あれは神話のものがね、現世で世界にあるというのはね、僕多分ギリシャ神話でもないじゃないですか、ちゃんと調べてないけど。ご承知のように草薙の剣の大和たけるがね、アマテラスから、あれは佐野の御子がもらったんですよ、大和たけるがもらってて、ほんで静岡へ行って難があった時にバーってやったら草を苗いたら逃げ助かったということで、尾張に置いていくわけですわ。でそこで伊吹山の方へ行ってイノシシにぶつかったと言われて、まあ、それで亡くなると。でそこのお母ちゃんの宮津姫が大事にしたというやつですけど、これはそういう神話にあるやつですけど、本物があるということでね、どれだけね歴史のある町なんですよ、これ。これ実は1900年、今奈良が威張ってますけど1300年、尾張名古屋1900年、
でこの間ね熱田神宮行って宮司さんと権宮司さんに頼むでいっぺん草薙の剣見せてまいんきゃいて頼んだんですわ。誰も言えせんでいて、だけどやっぱ怒りました。市長だってなんとかならんか言ってダメ言ってね。これまだ見た人はいないですけど、まあ、ちょっとテレビカメラ回っておりますけど、まあ別にねその時にどうなってるのだけ教えてちょい言ったんですわ。そしたら一応ねあの本殿拝殿があって本殿がある中に高見倉みたいなのがあって、その中に布で目当てです 箱に生えとると。で箱には天皇陛下の封印がしてあると。ほんだで私らも見たことないんですと言っていうことですけど、そんなことでまあ、 あの歴史においては非常に僕は日本です一番最古の大都市だとに言ってます。それをね消しちゃったんですね、あの宗春の時代から。で、まあ、今そういうものを大々的に発掘しようということで、まあ、天守閣も木造でもう一回復元しようと。あれ江戸時代の、ね、図面画のことです。実は焼ける前の修理の図面まで完全に残ってます。これあの城郭の国宝1号というのは実は名古屋城ですから、2号が姫路城だった。これでアメリカもとんでもないやついかんわね、3ヶ月前に空襲でもやってもらってということですので、あれをもう一回やって、精神的基柱がいるんです。都市というのは産業もありますけど住む自慢というのが、だから名古屋のそのいわゆる歴史の面から日本最古の都市であるというようなところもまあやってって、まあそれより何より一番日本で税金の安い町ですよ。織田信長が作った楽市楽座ってあれ減税政策ですから、あの頃はまだ貴族とかお寺なんかも、まあ、いわゆる荘園みたいのを作ってですね、商売やるには俺のとこ頭下げに来いと、税金要求持ってこいということで新勢力って台頭できなかったんですね。だけどまあだけど名古屋市長選みたいなのがねやもんだで、だってまあ昔の勢力は残念ながらお亡くなり遊ばされたというか焼き討ちをかましたんですけど、まあそんなことで織田信長がやったのは市民の自由と、今僕がやってるようないわゆる中域委員会とかそういうものですね、政治の職業化を取ったと、貴族とを破ったと、それから税金の安い町を作ってたと、まあ岐阜からですけどね、まあそういうまあ市民の自立自由それと歴史と、こういうことでまあまあ、身近に山、まあ、きれいに整理されてますけど、まあ、ちょっと色気のある町にせやからね、なんとなく陰備な感じのする、うん、面白い、どうやりゃ、終わりなんてそういうとこだったらしいですよ、もともとは。まあ、そんな気持ちで、産業、産業は産業どうやりゃ重要だけど、産業の町だけでは寂しいじゃないですか、まあ、そんな気持ちでおりますけど、すみません。まあ、予定の時間は今あの予定通りオーバーしてますけども、先ほど言いましたようにあのせっかくですからご質問のある方を受け付けますので、なるべくあの現場の方っていうか若手の方がもしあったらじゃあそちらから最初にすみません、あとで最初にどうぞそちら。あ、すみません、あの G 通信の田村と申しますが、はい、先ほど市長から話があったあの例の減税の条例案と、はい、あの報酬の削減案なんですけれども、報道によると19日にも臨時議会を召集して、はい、再提案されるというふうなことを聞いてるんですけれども、はい、この、まあ、議会をまた、召集してですね、はい、再提案されてのこの2つの削減、報酬削減と減税の見通しとですね、あと先ほど話を聞いてるともう議会はもうどうにもならないのでということになると、もうまた否決されることをすでに想定済みなのかなと思いまして、そしてまあ、あとリコールしかないというあの話だったんですが、このリコールに向けてですね、市長自らがその住民の署名集めなりですね、何なりということにまあ、先陣を切っているんでしょうか、まあ、住民からの発議というよりも市長から自らそういったことを住民に投げかけて署名を呼びかけるという形になるのかなと思うんですが、こういったところについて何か市長として作戦なり何かその見通しなりというのがあったら教えてください。まあとにかくやっぱ訴え続けないかんのです。私は例えば市民税1割減税ならそれを公約にして市長に選ばれたんで800万で給料安いですけど、ほんだけど少なくとも市民の血税をいただいて800万血税で食ってますんで、これそれをやってる以上は私はこの公約を他の人とは違って、他の人たちはすぐ公約を破棄しますけどいけません、そういうことは
これは公約というのは政治にとって公約以外に何もありません。顔がええわけでも頭がええわけでも何でもないの、こんなのは。これは商品と同じです。きちっと書いて、これに見積もり書出したらその通り納品せないかの。これはやっぱり私商売ができてるからそれ全然違うんですよ、信用に対するあの責任というのは。だから私は市民のためにこの市民税減税、じゃあ私市長選の時にね、市民税減税 10% ただし1年限りって やらないかんねんなことやったら殴られますよ本当に。だからこれはもう絶対訴え続けると。であとどうなるかですけど、それはまあそんなもの通してもらえないからね、そんなものその通りな、とんでもないですよ本当に。何考えとんだと、僕は市議会全員辞職すべきだと思いますよ。これ議員が一旦決めた税金をですね、市民の意見何も聞かずにですね、もう一回増税に切り替えるなんてことはね、バカにしてますよ本当に。これ市会議員全員辞職すべきと、でもう一回再選挙すると、そのくらいの価値がある話ですよこれ、ということですから、まあこれはとにかくあの何が何て言おうと、これは私は市民との公約を果たすために訴え続けることで、通していかいただければなりません。一旦市議会も通したんですから、市民をバカにしちゃいけませんということで、まあ市民の皆さんも、まあ、あの夜だったかね、あの何グループか集まりまして、この度誠にありがたいことですが菅原文太さんが応援団長を引き受けいただくことになりましたんで、こともあって、いやこれ本当ですよ、あのこの話しますと向こうから電話かかってきたんですから。これもうちょっと1ヶ月ちょっと前ですけど、秘書室から菅原文太さんから電話かかってきたよ、今で何やおいって前からちょっと知ってましたけど、で電話出ましたら、おい神村井って、まあ、頑張れよ今で、どこにおるんですって、今福岡におってよいって、某大テレビ局が今お前のことやっとうじゃねえかいって、一人で苦労しとんないって、俺何でも応援したらで貫けいって、で政治のボランティア化、これ運ぶから政治のボランティア化を実現せないかんと、日本の政治をそれから変えていかなかんって言いましたよこれ。で日本では何ともならんから名古屋からやれやいっていうことで、まあこの間みんな相談したら応援団地やって場面までかけたらやってくれましたんでね、ということでございますけど、だからやっぱりその市民の皆さんが声があったことは事実ですよ。僕もやった以上一緒にありますけど、これは、うん、僕はやっぱりあの実現公約もありますけど、先ほど言いましたように日本社会を変える一歩は減税でないと変わらんよ本当に、増税しといて行政改革なんてなんでできるんですか。で財政危機って何言ってても嘘じゃないですか、あなたの貯金じゃないですかこれ。で増税するのはどういうことか言ったら、プライマリーバランスをなしにすることは、銀行に貯金しますとその 25% は要するに借りる人がいないから、この 25% 分を増税して持っててしまえば、国がこれ貯金しませんから、その部分だからプライマリーバランスは黒字化しますよ。それいやおちょいじゃないですかこんなもの、ということで、それとあのちょっと話があるんですけど、国債とかね、債券には利息がかかりますけど、税金の方がもっとかかってるんですよ。これ皆さん気づいてないけど、一つは増税しますと必ずその分行政が肥大化します。これ利息ですよ、目に見えない。だからもう一つ不景気に必ずなりますから、この分だって利息ですよ言ってきますけど、国債の 1.2 だったかな、 1.2そんなもんですわ、1.191 月がねこれ最低の時ですけど、こんな利息ばかりじゃないですよ、増税の利息っていうのは、目に見えん利息はいうことでございますので、いいですか。まあなんとか日本の中にね、これ誰も言ってくれませんけどよ、減税こそが政治であるとこれいうこと、誰か言ってまいんでしょうか、どうかジャーナリズムはこれ。まあ、その辺でちょっと次の質問はまだ待機してますのでどうぞ。個人会員の大林と申します。大変感銘を受けながら聞いたんですけれども、いろいろ改革を口にする政治家はたくさんいましたけどですね、本当の意味の改革をこれから着手しようと
されていることがよく分かりました。で、まあ、名古屋市議会とのですね、戦いもいろいろ施策があると思うんですけれども、本当にどのくらいその確証を持ってですね、この勝負を乗り切っていかれるのか、ちょっと先ほどの質問とダブるかもしれません。その点もとさらにですね、この改革を本当に各自治体に広げていただいて、それから国が変わっていくと、はい、いうことがもし実現するならば、本当に日本の今の閉塞状態もガラリと変わっていくとも思うんですけれども、そのあたりどういうふうにお考えになっているか、この2点をお聞きしたいんですが、田中市長、なるべく簡潔明瞭でお願いします。まあ、先ほど言ったかどうかは知らないけど、やっぱりね、政治が尊敬されん国は悲しいですね。やっぱり国は僕潰れると思いますよ、このままだったら。政治からこれだけ政治が尊敬されなくてはね、まあ地方から郷土愛が生まれないし、愛国心も生まれませんよ、これという、まあ基本的な問題意識がありまして、その代わりそれ自分からやらなきゃんですね。自分は変えずに世の中変えるいうのはもう見抜いてますよ、八百長大って。これで政治は戦いが一つしかないから、同じチャンネルひねるんですよ、しょうがないから。これそんなスーパーには誰も行かないはずですけど、政治の戦いというのは日本国の政治の戦いで一個しかないですから、どんなその団体戦でろくでもなくても、それは一定のステージで取れるんですよ、絶対に、という悲しい状況だということで、やっぱり自分から、僕が800万で自分でも痩せ我慢ですけど、まあ、暮らせますけど、やっぱり自分として嬉しいのは、まあ、なんか名古屋におるとね、金沢安月給で頑張ってらっしゃるなって応援せなきゃいけないってよう言ってくれるんですわ。まあ、それを励みに生きるということは、必ず僕市民の心は分かってくれると思うと信じております。名古屋市民を。で、まあ、けれみなく今言ったようなことを訴えながらね、織田信長の楽市楽座、市民の自由、市民の自立、これ本当にみんなで勝ち取ろうじゃねえかということを、まあ言い続けりゃ、僕は名古屋市民信じておりますけどね、きっと勝てるだろうと思ってますけど、いいですか。全国、他の全国、この運動が全然広がる。だって減税をちょっとね、なんかね、シンボルにしたグループは作ってもええなと思っとるんですけどね、え、減税をね、まあ、今で一個もないですけど、地域主権とかね、ああいうやつはなしに、まあ、それはちょっとですけど、まあやっぱりジャーナリズムの皆さんの正直言うと力が借りてやところですけど、やっぱりね、今の流れでは、その減税を、ね、確認したグループっておっしゃいましたけど、今あちこちで、まあ、首長新党とかね、いろんな新党の動きがありますよね、市長はそことはどういう絡みを考えたじゃん。全く絡まない、まあ、自分の中で自分の信念を通すに絞るのか、そういういろんな連携をですね、他の首長とか他の政党と、まあ、いろいろ信徒ですね、となんか絡むというお考えがあるんですか。僕はまあご一緒のように山田博さんとか杉並のね、からあそこの横浜の永田博さん、ここから上田清氏も、はい、まあ、今度応援するらしいんだけど、とか、ね、松沢さんとか、要するに個性派はよ、みんな出てもらったんですよ、こう言って。個性派柔軟の時代で、もっちょうど仲ですよ、しょっちゅう酒も飲みますし、だからまあいろいろお話がありまして、まあ大いにやっていくのはいいんだけど、今のところちょっと名古屋の場所、これがあるもんだで、ちょっとまとでちょうということになってますけど、まあ残念なのはやっぱりね、財政危機論ですね。で、借金を返さなあかんとこう来るわけですよ。で、俺借金と、まあ名前は別だけど、いわゆる他人から金を借りた借金ではないよと。これ言っとるんですけど、そこがなかなかね、減税、まあ杉並山田さんは減税だ言っとるけど、まあ味も彼仲いいけどね、行政でですね、もし金が余ったらね、それはやっぱりその度ごとに減税すべきだと思いますね。でそれ積んどいて、その利息で減税するけど、失敗したらどうするんですか、これ。で、これ運用するのを国債だとまた言ってますけど、国債は危ない言っとるんですけど、だからこれもね、ようわからんですけども、まあ気持ちとすれば非常につながってますんですけどね、まあ今ちょっとまとてちょうということになっておりまして、
それはやがて行くってことですか、やがては一緒に。いや、やがてかどうか分かりませんけど、まあ、応援はしたいと思ってますよ、その長い付き合いだでね。分かりました、すいません、どうぞ。企画員の泉です。ちょっと地域の話と離れますが、はい、永田町でずっと動いていた河村隆という人物のコメントを伺いたいんですが、あなたの出身母体だった政党が今政権を取って、はい、そして、まあ、今非常に状況の悪い、客観的に悪い状況になってますが、はい、何が悪いのか、はい、鳩山さん、小沢さんは一体どうしたらいいのか、あなたが今民主党に仮に残っていれば、あなたが動く、どうやって動いたのか、そこだけを簡潔に。わかりました。まあ、私仮に残っとったらね、消費税 1% 下げようと言うとますね、これに集中しようと、そのために全政策を動員しようということになると世の中本当に変わってきます。天下りもなくなりますし、これから何ですか、まあ、変な補助金もなくなりますし、大体議員の過剰化がなくなってきますし、やっぱり庶民のことは分かると思いますよ、みんな。ああ、今度はいよいよ本当の政治が出てきたなと、となると思いますけど。で、先ほど言いましたように、税の問題を考えるということは、国民と政治との関係は、税と公共サービスでつながってるんですよ。行政改革と天下りというのは、実は相手方のことなんです、実はこれ。これね、だからダメなんですよ。でましてや増税を言うとは何事ですか、自分らどえらげない給料もらっとって、これどえらげない立派な議員会館に入って、どえらげない立派な議員宿舎に入って、ねえ、嘘ですよ、そんなこんな金利が低い時にということですので、まあ私だったら端的に一つ政策を集中すると、消費税 1% 減らしましょうと、これそのためにありとあらゆる政策を動員するとなると、天下りってなくなってきます、うん、で議員の職業化もなくなってきます。これ議員会館やめようということになるか分からないですよ、あれ壊す前に、あれ貸しビルにして使ってもらおうと、まあ、それはちょっと場所があるであれですけどね、そうなりますよ。ほんで議員宿舎もみんな出てくです。おと議員宿舎なんてあるのに、調べたら日本だけじゃないですか、あれ台湾に一個あるんですけど、ワンルームマンションですよ。でみんななぜないか言ったら、やっぱり市民と同じ生活をするとだけだ、当たり前らしいですよ、これ。あれ、今の総理と小沢さんに対してのあれですか、なんか今見てて、今の。いや、総理と小沢さんに対してはだから減税ですよ、もうそのくらい言いなさいよと、自分で、うんうんうん、やっぱり国民に対するメッセージを発しなさいと。スーパーの店長だったら物価をさ、自分のところの値段を1割減らすと、と言えば国民は倫理、悪いことやったかやらんかの、あれ実は検察庁の仕事ですから、これなんか国会の仕事みたいになってますけど、違いますよ、あれ検察庁の仕事です。やっぱり政治の仕事というのは国民との直接の関係、一番大事なのは税金をどうするかということです。それ税金を下げるとはっきり言うんですよ、消費税 1%、 本当に変わりますから、自分の給料から変えてきますよ、これは。小沢さんと畑山さん、自分の給料下げればいいじゃないですか、ギリギリのとこまで。これ、暮らせますから、もう。畑山までやられるじゃないですか、僕と一緒に。ほんと国民の信頼がぐーっと上がってきますよ、うん。それはパフォーマンスじゃないんです。世の中を変えるときは自分から変えていかないと。みんな、日本中の商店主、ラーメン屋の親父、みんなやってますから、これ。あれ、名古屋市では議員半減ですよね、まあ、言ってますけども、まあ、国会議員も経験されてて、国会議員の定数ってのはどうなんですか。国会議員の定数は今みたいな討議拘束するなら5人ぐらいでいいですいりません、正直言って。こんなのみんな賛成って言うんだから、中国の兵馬俑みたいなもんでね賛成の諸君の規律を求めますって、前分かってたぞ、バーッと国会セレモニーホールですよ、あれ。これなんか、まあフランス型で要求を追ってもいいんですけど、一番大事なのは非過剰化なんですけどね、非過剰化なんだけど、まあ定数どんだけおるいうと、まあそれはあれでしょうね、それは小選挙区だけで300人にしてもね、過剰化するなら何人か関係ないです。人口補助をすればどんだけ少なしたって、さらに政治の硬直化進みますから。分かりました、だからまあ
党議拘束をやめさせる論理って大きいですよ、これ。これね、国民からするとね、選挙の時に公約するでしょう。あれ、みんな裏切るんですよ。地方選挙でいうと、政務調査会公開するって。選挙終わったらですね、この党議拘束に従いますから、あれどうなった言ったら、いや、選挙前はそうだったけど、これ党で決められるでしょうかね。そんなことなら言わないんですよ、これ。日本中そうだもん。ということは、有権者というのは、今、選挙で議員を選ぶ動機っていうのは、実は厳密に言うとないんです。公約は党議拘束で変更されますから。で、選挙で選ぶ動機というのは、実は公約のはずなんだよね、これ。で、なかったら顔がええとか、親戚だとか、骨折ってまったとかしてないじゃないですか。だから、こういうね、究極の八百長政治を正さないかん。これは議員の過剰化をどうでもストップせないかん。その方が庶民が出れるようになると。分かりました。まだ市長もまだ語り足りないですし、質問もあるかもしれませんが、ちょっと私の方のあれで、まあ、時間、この会場自体の、次の会場の設定が、あるようでして、物理的に、ちょっとこれ以上の延長は、ですね、ちなみに市長は先ほど記号していただきましてですね、夢負けるものかと、越井会の挑戦状なんですよね。これ私ずっとね2回落選してますけどね、 それ以来ずっとこれ喋って、そのうちになんとか成就するでしょうと。Someday my dreams will come と、ということで、まあ、これから夢を追いかける市長にですね、最後にまた拍手で送っていただきたいと思います。どうも今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。